ふぅ。でもアシエにしては弱いよね。なるほど。ゼノスの体で戦った時と比べても腕を上げている。うん、こいつ自身の戦闘力はそれほどないから、こういう風に誰かの体に憑依してるのかな。この世界での冒険の成果といったところか。うん、あれ、僕録画ボタン押したっけ。今更だ。そこまでよ。趣味の悪いいたずらはやめてもらおうかしら。うん、2対1か。迷惑をかけてしまったようでごめんなさい。途中で目が覚めたから、あなたたちが戦っている間に抜け出してきたの。ああ、ねえ、アシエン・エリディブス、少し私の話に付き合ってもらえるかしら。うん。あなたが何者で、今この世界で何をしようとしているのか、なかなか面白い推論を立てたのよ。エリディブス、あなたは、あなた自身が蛮神なのでしょう。蛮神。あ、それだからさっき願いがどうのこうのって言ってたのか。馴染まないとか。古代の人々は終末の最悪を収束させるためにゾディアークを創造した。うん。彼らの創造魔法が蛮神召喚の根源たる術。つまり想像や願いから何かを作り出すものだとして、ゾディアークに込められた願いは何だったのかしら。うん。答えはアニドラスの記録の中に残されていたわ。私だって終末を前にしたらこう願うでしょうね。世界を救いたいと。うん。記録にはあなたがゾディアーク召喚の際に核として身を捧げたとあったわ。その後どんな理由があってゾディアーク本体から分離したのかはわからない。でもあなたがゾディアークのかけらで同じ性質を持つのであれば、世界を救いたいという願いが満ちるほどに強くなるはず。ははだからあなたは英雄を、光の戦士を目指せと人々を焚きつけたのよ。アルバートという象徴まで使ってね。うん。そうだ、私はそういうもので、だからこそ英雄を利用してきた。ある時は手を取って導き、またある時は敵対者として成長を促した。さらには本人になって世界を先導したことさえある。それは私が力を得るための手段であると同時に、同胞たるアシエンたちが暗躍する舞台作りにも役立った。エメとセルクにとっての国と同じだ。そう、あなたもまた歴史のただ中で思い知ってきたのでしょうね。人の不確かさを、思いは変わり、記録は欠け、記憶はねじ曲がっていくものだということ。だから託す道はないと私たちを拒んだ。けれどそういうあなた自身は完璧なの。大事なものをきちんと覚えていて。
何が言いたい？万神は注がれる願いによって性質を変えるものよ。そして私たちが抱く願いは世界を救うという一念でさえ、きっとあなたの時代よりもバラバラで複雑だわ。それを糧としてきたあなたは本当にあなたでいられてるのかしら。私にそれを問う必要などない。己が変質し、内から何が駆け落ちていたとしても、私は自分の座を、役目を覚えている。14人委員会の同胞たちを時に助け、時に正しながら、星と人のために計画を遂行する。それでいい。エリディブス、その名こそが私のすべてで、その名だけが私のしるべだ。ああ。話は終わりだ。君の実力は十分に理解した。今のままの私では、それを下すのは難しい。が、ここまでの仕込みはいわば策の表側だ。そろそろ裏に返させてもらうとしよう。ほほ。闇の戦士殿とそこそこに渡り合える力を得られているなら、大抵の成り損ないは仕留められると思わないか。闇の戦士殿とそこそこに渡り合える力を得られているなら、大抵の成り損ないは仕留められると思わないか。どういう理由でそのなんていうのかな、ゾディアックと分割されてるのか、そこら辺はまだ謎なんだ。ははは。わかった。どうした？お？仮面？違うか。これはなんだ？さあ、録画ボタンを押しているかどうかを確認しましょう。大丈夫だった。見覚えないクリスタル。何かが掘り込まれていたけども。この距離じゃよくわからんな。はい。見覚えのないシンクのクリスタルが落ちている。表面に浮かび上がっているのは星のような、光点？それぞれが線で結ばれ、星座のようにも見える。オリオン座？あ？から引く。
シンクのクリスタルから響く記憶。記憶。うん。頭の中に古代人の、古代人の声に似た音が響いた。クリスタルに封じられている記憶のようだ。うん。ああ、聞かないんだ。聞けないのか。少し先にも同じようなクリスタルがある。ヤシュトラを待つ間調べてみるべきだろうか。なんか鳥を捕まえる時の罠のような感じもするけど。見に行きますか。星座。他にはないよね。あれ、これは色が違うんだ。あ、三つある。ああ、違うね。クリスタルに意識を向けると、今度ははっきりと声が聞こえてくる。見てごらん。地には青々と命が芽吹き、空は風を連れて巡っている。世界は今日も満ち足りて美しい。良き同胞たちのために我らの英知を使いましょう。それは大いなる喜び、かけがえのない誇り。何なんでしょうか。釣られてないよな。エメトセルフの置き土産だったりするかな。さあ、これは。この星座も何か調べれば出てくるのかな。ははは。空が燃え、恐るべき週末がやってきた。なぜどうして、生命はあることさえ許されないの。それでも私たちはこの星に根ざして生きるもの。探そう未来への希望を。6個目か。14個あるのかな。ありますね。1、2、3、4、5、6。かもな。崩れていく、燃えていく、腐り落ちては消えていく。ただ悲鳴と慟哭だけが響いている。ひとよ星をどうか泣かないで。終わりへと落ちる前に私たちが救ってみせる。まだあるかな。さてこれは。滅びに抗う時が来た。星の断りを我らの意志で敷き直すのだ。この星から生み落とされる。
魂が染まっていく。私は初めて己の力を恐れている。うん。さ、ははは。週末は過ぎ去った。新たなる星の石に再生の祈りを捧げよう。新たなる星の石。愛しき人よ、優しき友よ、いつかまた命咲き美しき世、命咲く美しき世界で会おう。垣間見たのは週末が去った後、ハイデリンとゾディアックが争う前の記憶のようだ。うん。あと二つか。ん？一つ。あ、そっか。14人目はあの人か。あ。エメトセルクか。いやいや、また会えたね。懐かしく新しい君。ヒュトロダイアスか。お前かと思ったぞ。エリディブスが。うん。あ。じゃあやっぱこいつ、この幻だけどちゃんと視覚力があるっていう風な存在なの？はあ。なんかしっくりこないな、そこ。ははは。天に輝くそれらは無限の巡りの象徴にして、地上に生きる命の指針、つまりは14人委員会を示す印なのさ。はは。となれば、中に封じられているものも、彼らに関する情報。具体的には、オリジナルが有していた、委員たちについての記憶だよ。うん。あ、あれ？イディアと呼ぶには不完全な断片だけれどね。分断されて記憶を失った魂を、再び座につけるときに、ちょっとした教材くらいにはなる。分断されて記憶を失った魂を呼び、再び。ああ。なるほど。せっかくだし君にあげるよ。持ち主だったエメトセルクはもう使うことができないしね。うん。
で、最近はどうだい？どうせエリディブスと喧嘩をしているんだろう。喧嘩か。小さいな。でも初めてヒュトロダイアスと会った時のようなぼーっとした感じはないね、今回。何か違ったのかな？あれは単純に光の影響を受けていたからああいう風にぼーっとした感じだったのかな？ふむふむ、まあ、戦いの展望については論じないでおくよ。不死たる私には、不相応なことだからね。エメトセルクはさ、古代人たちは永遠に近い時間を生きられると言ってたけど、不死とは言ってなかったよね。確か。ヒュトロダイアスは特別なの？こいつ、幻じゃなくて本物ってこと？いや、そんなはずはないよね。自分で幻って言ってたもんね。ただ個人的な願望を口にするのであれば、どうあれ君には生きていてほしいかな。せっかく覚えてるってエメトセルクと約束したのに、ああ、すぐにこっちに来てしまっては台無しだろう。こっちってのはエーテル界でしょ、多分。君はそんな風に多くを背負い、たくさんの記憶で満たされている。だからこそエリディブスのことは、つまらないことにこだわり続けるちっぽけで空っぽな存在にも思えるかもしれない。だけどね、彼がそんな風になってまで立っているのには、何か理由があったはずなんだ。たとえ本人すら思い出せなくなっていてもね。さて、こぼれ落ちてはぐれた星も、君ならまだつなげられるかな。こぼれ落ちてはぐれた星も、はぐれた星も、君ならまだつなげられるかな。お？誰のだ？あの人のか。前にも話したかもしれないけれど、ゾディアク召喚直前に14人委員会を抜けた人がいたんだ。その人の第14の座は以来ずっと空席のまま。離反した者のことを思い出す必要はないから。離反？記憶のクリスタルも存在していなかった。エメトセルクか。はずなんだけど、誰かさんがここにこうしてひっそり封じ込めていたのさ。忘れられたその座の名前と、たった一つ、されど一つでついていた人物を物語れる、あの人自身が編み出した術を。たった一つ、されど一つで
ついていた人物を物語れる。ははは。そもそも第14の座というのは変わった役目を持っていてね。世界の今を知り解決すべき問題があれば拾い集めるのが仕事だったんだ。ゆえに彼女は旅をし、旅をして実に多くの人と出会った。そんな中でいざ問題を見つけたときに委員会に持ち帰ってくれてもよかったんだけどね。ははは。解決できる仲間を呼び寄せて呼びか、自分たちでしょ、突撃しちゃうんだこれが。そこに込められているのはそんな叱るべき星を呼び寄せる術。返した。あ、ほら、うん。あ、やっぱこの、これでちょっとわからなくなったな。だってこれが私の意思なのか、私を再現した誰かさんが仕組んでおいた意思なのか、さっぱりわからないんだから。あ、じゃあ僕の、うん、まあ、いっか。あ、消えた。やっと見つけた。さっきの場所にいなかったから探したわ。うん。どうかして？うん？うん。何でも入るな。そう。問題があったわけじゃないならいいのだけれど。うん、おかげさまで荷物は回収できたわ。急いで地上に戻るとしましょうか。あ、今のところはちょっともう一回見直さないと。